皆さんこんにちは、青島です。今日はポポンの中古の棚にこんなのがあったので買ってきました。トミックス品番4073マルチ古戦況エレベーター付きセットです。お値段1650円税込みで買ってきました。パッと見なんかそんな中古って感じはしないんですけどね。新品で売っててもおかしくなさそうな商品なんですけど、安かったんで買ってきました。まあ、ちなみにこちらお値段トミックスのホームページを見ますと、価格は税込み3696円になってます。2021年9月発売の商品ですね。で現在はと言いますと大体なんですが、 Amazon で2800円ぐらい、ヨドバシで3040円かなで売ってますんで、まあ、3000円前後で新品は売られている商品のようです。それが1650円、約半額ということでね、買ってみました。最近出た新しいタイプのホームなんかに、まあ、設置するリアルな、なんていうか、古戦況ですよ。昔からある古戦況じゃなくて、昔のホームにも使えるらしいんですけどね、ちょっと安かったんで買ってみました。じゃあ一回どんな感じになるのか見立てていこうというふうに思います。はい、パッケージの外側をちょっと見ていきましょう。見にくいんでビニールは外しました。セット内容が書かれてて、で、まあ、設置例なんかが写真に載ってます。ホームの端に設置したりとかね、あとはなんか駅、あのなんだっけ、あ、そうそうそう、これね、屋根が開いてるんでそこに設置したりもできるという商品です。基本的にはこれ確か組み立てるんですけど、接着剤はいらなかったと思うんですが、さっきホームページちらっと見てたらやっぱりね、あのうまくはめ込めないらしくて、接着剤不要のはめ込みキットって書いてあるところが横線で消してありますね、ホームページには。緩い場合にはゴム系接着剤必要ということで、あ、しまった、持ってくるの忘れちゃったな。場合によっては接着剤が必要ということです。では中身から見ていきましょう。あ、こっちにもあった。通路の長さも変更可能、本製品のみで、まあ、3線まで可能と。で組み合わせれ、延長キットを組み合わせれば、まあ、こう複々線というんですかね、新幹線タイプのこう真ん中に通過線がある駅なんかでも大丈夫と。で2セットを利用するとこういうふうにね、島式ホームいっぱいこう横につなぐことも可能で、さらに別売りのキットを組み合わせると幅を広げたりということも可能ですね。いろんな表現ができるようです。では中見ていきましょう。今日はまあとりあえずこれ1個しかないので普通に組み立ててみますけれども、こういうところが一応中古品っぽいですね。というかなんで中古品やったんですかね。買ったけど返品でもあったんでしょうか。中身は多分そんな未使用品だと思いますが、説明書とステッカーが入ってました。この説明書は結構ボリュームがあります。組み立てるのも大変そうですね。時間かかりそうな感じがします。それと、これが中身、本体一式ですね。これもたくさんパーツが多くあります。こんなちっちゃい箱だったんでそんなもん大したもんないかなと思ったんですけど、ぎっしり詰まってるといった感じです。じゃあまあとりあえず今回はさっきも言いましたけど特にこだわりもないので、この感じですね、この感じでちょっと組み立てて、見たいというふうに思います。はい、中身全部出してみました。まあまあボリューミーですね。さて組み立てられっかな。これ最近のトミックスさんはね、リアリティを追求してくれているおかげでめちゃくちゃかっこいいこういう商品があるんですけど、基本全部自分で組み立てないといけないので、僕はどちらかというと苦手です。こういうのは苦手です。まあでも買っちゃったんでね、買っちゃったんでやらないかんでしょう。じゃあこれどうやってやっていくんだろうな。すげえ細かいんだけど、はい、今ね説明書を見てなんとなく分かりました。まずユニットごとに組み立てて、それを組み合わせることでいろんなパターンの古戦況ができるということが分かりました。例えば一般的な古戦況付きエレベーターにしたい場合は、このユニットを組み立てて、このユニットを組み立てるということですし、例えばこれ3線用とかね、エレベーター付きなし3線用、ホーム橋用の古戦況とかね、まあそういういろいろここに必要なユニットが書かれているので、
まずはこのユニットを組み立てる、自分が作りたい古戦郷のユニットを組み立てるところから始めるということになるようです。で、まあ、僕はあの一番ベーシックなこの古戦郷エレベーター付きっていうのを作りたいので、ここだとユニット A が1組で、カッコ A が1組、C が2組、F が2組、J が2組というふうに書かれているので、それを組み立てていきましょう。では、ここか。ユニット A の組み立て、階段プラスエスカレーター。ここからやっていこうか。いやー、非常に細かいな。一応これが、ユニット A の組み立ての階段とエスカレーターが右か左かっていう違いがあるみたいで、まあ、とりあえずこの A とカッコ A 両方1個ずつ組み立ててみたいと思います。はい、とりあえず今袋から全部出して説明書と同じように並べてみました。これで ABCD 分かりやすくなったと思います。で、次が K の K っていうのはね、これですね、これ K の 1K の1はどれや、結構大変やな、これ向きを間違えないように見ながら、向きはこっちで合っとるかな、こっち向きやな。で、 K の1番、はい、これをどうするんですか。ここにはめるって書いてあるな。分からん、早速間違えてますね、カットするパーツをね。こっちだ、やべやべ、そら分からんわ。多分これなんかカットしちゃいかんやつをカットしちゃってるわ。もういっちゃん最初にカットするパーツをスタートから間違えてるんで、そらあかんわね。で、これをまあはめるということなんだな。よいしょ、こうか。え、これも違うやんか、多分。これも逆や。あかんあかん。2番目にカットしたやつも多分違うわ。あ、そうやね。やっぱこっちや。ごめんなさい。あかん。全然違っとるわ。ムーズ。これは、おそらく完成するまで1年かかりそうな。そんな感じがします。やべえな。で、ここにはめるらしい、こうね。おお、なるほど、はいはいはい、 OKOK、 はい、ということで、いきなりカットするのをもう2パーツ、最初の2パーツをいきなり 100% 間違えた男です。 100% 間違える男、それが青島です。から B の 7C の 2K の、うわー、マジか。K の2、V の3、うー、もうこれもうわからんくなっとるやろ、これもうわからんくなっとるやろ、これどっちがどっちか。カットするの間違えるともうそっからですね。で、B の3って何や、 B の3って、もうわからんやん、 B が何かがわからんやん。あ、これか、これが B や、 B の3、あ、はいはい、これですね。で、多分こっちやろう。まあ、絵はもうどうでも。わからんくなったら最後はね、現物合わせです。もう、しゃあないです。だから、ずっと最後まで行ってから、あ、やべ、あれ間違っとるやんけ、つって、分解して戻るところまでが楽しいところ。プラモデル作りの楽しいところ。よし。で、これでどうするんや。これ難しいな。C の2。C の。どっちがに分かりづらいねんな。多分左やと思う。よし。で、C の2、B の7、これか。B の7。それから、J の1、J ってなの ?J、J、J。E、F、G、H。あ、これか。7? あ、J の1か。うひょー、これ難しい。ほんと大変。よし、OK。あとはこれを、今、確定とこう組み合わせるということです。うわー、大変だ。こうして、で、こうなんやろうね、多分ね。はい、でこうと。やっとできた。やっとできました。まずはこれをね、一つユニット A ができたんで、今度はこの反対側ですね。ユニット A のカッコ、これを作っていきます。
すいません、なんか入れ忘れてました。ちょっとやり直します。これどこに挟むのこれ。おお、そういうことか。だからか、なんか隙間あるなと思ったんですよ。逆にこれ一度組み立てるともう後がないので、こうだ、こうですね。これがいるんだね、多分ね。手すり的な感じね。なんか隙間あるなと思ったんですよ。はい、 OK です。はい、それではパーツ、ユニットごとに組み立てができましたので、これを最後組み立てて跨線橋に仕上げたいと思います。まあまあ大変ですねこれね。向きが合ってんのかなっていう気がします。よし、これがやっぱり取れますね。これは接着剤で貼った方がいいかもしれませんね。とりあえず、まあ、今回はここでこう刺しておきます。よし、できた。はいはいって感じだね。エレベーター付き跨線橋できました。じゃあ後でちょっと駅のホームに設置して、でこの後駅のホームに設置してどんな感じに見えるのか試してみましょう。はい、いかがでしょうか。作業台の上で島式ホームに跨線橋を設置してみました。レイアウトと違うので若干見た目というか雰囲気は違うかもしれませんが、まあ、なんとなくのは分かっていただけるんじゃないでしょうか。いかがでしょう。僕はすごくねこれ気に入りました。地上ホームだったらこれありなんじゃないかと思います。うちにあるレイアウト高架タイプなんでね、高架式ホームにこれつけるとちょっと違和感があったんで、あえてこっちに今設置をして見てるんですけれども、あのねかなりいいです、かなりいいです。でしかもなんかパーツをつなげることでね、もうちょっとここの幅が広くなったりできますよね。そうするとまあ駅っぽく駅舎っぽくか、駅舎っぽくなったりするので、であともう別に追加で買うとね、多分ねこっちの外からもこう行けで上がれるような、いわゆる橋上駅舎か、橋上駅舎にもできると思いますんで、なかなか、出来栄えとしては見た目いいんじゃないかなと思います。まあ、欠点としてはやっぱりちょっとね組み立てるのが大変でした。穴の位置というか穴の大きさというかがうまいことねなんかしっくりこなくって、組み立ててると、うまくはまらなかったり、こっちをはめるとあっちが外れるみたいな、そういうことがあってねちょっと大変でした。確かにそういった場合は、まあ、ゴム系接着剤を使うとか、あとはピンバイスで穴を広げてあげるとかね、まあ、そういう工夫は少しあった方がいいかもしれません。今回はまあ僕無理やりこれ強引にもう力技ではめたんでなんとかなってますけど、そうするとまあ歪んだり傷ついたり、場合によっては爪が折れちゃったりする場合もあるのであまりよろしくはないので、まあ、できればピンバイスとゴム系接着剤は用意しておいた方がいいと思います。はい、ということで今日はポポンテッタで中古で売ってたのに、まあ中身は全部揃ってましたが、中古で買ってきた、トミックスの跨線橋エレベーター付きをご紹介しました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それでは。